大きな背ね。 このままここで塔が崩されて、ただ食われるのを待つしかねえのか。もう何かやることはねえのかよ。くそ、こんな任務も中途半端なまんま全滅なんて。私も戦いたい。何か武器があればいいのに。 そしたら一緒に戦って死ねるのに。クリスタ、お前まだそんなこと言ってんのかよ。彼らの死を利用するな。あの上官たちはお前の自殺の口実になるために死んだんじゃねえよ。お前はいつもどうやって死んだら褒めてもらえるかばっかり考えてただろ。違う、私はクリスタ、 こんな話もう忘れたかもしんねえけど、多分これが最後になるから思い出してくれ。雪山の訓練の時にした約束を。ああ、あの時か。 エレンたちと捜索に行こうとしたんだけど、みんな無事に戻ってきたんだったっけ。雪山での訓練中に倒れたダズを私が親切にも崖から下ろして基地に届けてやった時の話だ。あの時お前は私に聞いたよな。どうやって崖から下ろしたのかってさ。私はそれにこう答えた。教えてやってもいいが、 その時はお前も元の名前を名乗って生きろと。ユミル、一体何をするつもりなの。コニー、 ナイフを貸してくれ。ほらよ、何に使うんだよそれ。ありがとよ。まあそりゃ戦うんだよこれで。ユミル、何するつもりだ。さあな、自分でもよくわからん。クリスタ、 ただの私の願望なんだがな。お前胸張って生きろよ。 近くにいたのに、こんな。
幸せのために知ってあげた。でもその時に心から誓ったことがある。生まれ変わることができた。今度は自分のためだけに生きたいと。 ユミル。
Thank you.
さすがだな。いい感じじゃねえか。新たな巨人の群れがウトガルド城跡に接近しています。よし、俺もやってやる。ちょっと、あんたは攻撃しなくていいから。また別の巨人の群れが接近中です。当たって、討伐だ。ここが踏ん張りどころだ。人類の底力を見せてやれ。よし、やってやるぞ。調査兵団の力、思い知ってもらう。早くみんなを助け出さなくては。ミトさ、君の力頼りにしているからね。ダメだ。討伐だ。巨人が現れたって言うんだ。考えるのは後だよ、アリン。今は目の前の巨人を倒すことに集中しろ。行く。いやー、次だ。あなたの分まで戦う。いちいち心配しすぎだ、ミカサ。俺だって戦える。教えてくれるか。まさかユミルが。ユミル、私の名前ヒストリアっていうの。